まあ泣きの一戦だけぐらいはしていいっすよ。そのじゃあ泣きの一戦で。やっぱりトライアリトルテンダーで。ああやってみますか。だからこれ60分。だからその最後のオーティスがいつもこうやってたこの行って戻ったやつはね、トライアリトルテンダーですよ、なかったんやなと思って。66年の時点では。だからこれが9月でしょ。うんうんうん。トライアリトルテンダネスは11月だったからこの後なんですよ。ツアーの。そうアイソング時点か。お前66年。66年の11月やからちょっと後だって。そっから後はもうトライアリトルテンダネスやりだすんで。まあ、じゃあこれはよいしょするわけじゃないですけど、うん、ね、これまあ。今までは三曲の曲をオーティスがカバーしてて、はい、これからはそのまあ言うたらスタンダードというか三曲もカバーした曲を、はい、さらにオーティスがカバーしてた曲をね、なんか一曲ぐらいね、はい、やって終わろうかと思いますけど、はい、このライブアットコパの中からそうなんです、ね、オーティスがもう4曲ぐらいやってるんですよね。そうなんですよ。コパが大好きで、大好きでよ。そう。だからもう、ね、三国がカバーした曲のカバーとはいえ、この中にもこれもライブアットコパをカバーしてると言ってもね、そうですよね、いいぐらいの過言ではないですね。だからそうそうそう、まあ、Nobody Knows は、まあ、その前に録音ではやってますけど、はい、ライブアットコパでもやってるし、うん、さっき言ったトライアリトルテンダリスもそうやし、テネシーワルツ、エイメンもそうやからほとんどコパがあるんですよね。だからこの中はちょっと1曲だけね、うん、聴き比べして、はい、最後トライアリトルテンダリス、トライアリトルテンダリスしますか。まあ、うん、がいいと思うんですけど、ただサムの方はメドレーなんでね、うん、頭のちょっとだけっていうことなんで、うんうん、途中で止めました。これでどっちが勝ちとかっていうのを判断されるとちょっと辛いかなと思うんですけど、これコパかけ、コパあります。コパ僕持ってないです。ちょっとメドレーになってて、トライアリトルテンダネスから、センチメンタルリズムかで、ユーセンドミーっていう流れで途中で止めていいでしょ。頭だけめっちゃちょこっとですよ。しゃあないじゃないしゃあないトライアリトルテンダネスからあのメドレーで一つでめちゃくちゃいい感じになってる。カバーを聴き比べやな。まあ、とりあえず聞いてみましょう。俺多分ストップって言うかもしれません。言ってください。ちょっと待ってよ。おしゃべりしといて。だから、このコパの時にサムがね、トライアリトルテンダネス歌う時に、男性の皆さんは女性を軽視する嫌いがありますとか、ちょっと説教を始めて。はいはい、うん。トライアリトルテンダネスって、1932年の曲なんですよ。ああ、もともとのオリジナルがね。ピン・クロスビーとかフランク・シナトラとかもカバーしてて、うんね、カバーしててで、アリサ・フランクリンもそうコロンビア時代にカバーしてて、あ、そうだ、だから62年にカバーしてるんですよ。あー、じゃあもう先にね、だからちょっとスタンダードナンバーみたいなやつを、まあ、言うたらサンプックもコパでカバーして、なるほど、64年にカバーして、それを聴いたオーティスがさらに、あー、そういうことだ、66年にね、でカバーする。アリさんにリスペクトやられたから仕返しやみたいな。いや、アリさんにリスペクトやられたら67年やまだやった、まだった、まだっす。いけますね。はい、じゃあとりあえずましょうか。サムロックのトライアリトルテンダネス。I don't do it, honey. No. I don't do it. No, I'm never, never. 説教から始まるんですね。I'll never, never. コスペクマじゃない。ここでちょっと笑われる。I know you know that.
know you know that I know. I know I'm telling y'all I know. Ladies and gentlemen, we'd like to, right now we'd like to put together medley of songs for all the gentlemen in the house tonight, all the gentlemen. Because by observation, we found that we gentlemen every now and then have a tendency to sort of neglect the ladies. So that's right. Observation, baby. So, take it, gentlemen. Take it. Here's what we want to tell you. This just says very simply that the oh, she may be weary. Women do get weary, wearing the same shabby dress. And oh, if she gets weary, try a little tenderness. Oh, let me tell all you fellas that I know you won't regret it. Women, don't forget it. Love is their whole happiness. Oh, it's all so easy. Try a little tenderness. And every now and then you have to tell her, honey, I love you. Yeah, ここまでストップです。違う曲になります。ストップ。聞きたい。いや。こっからこういくんだよ。いや、7インチかけようと思ったけど、これスタジオ版なんで、さっきのライブにコパやったし、ライブヨーロッパの。そうその66年、次のね、うん、67年の音源のライブヨーロッパのトライアリトみたいなんですよ、うん、ヨーロッパでじゃあ、かけてください。サムがライブだったんでね、ね、うん、オーティスもライブで、ライブ対決で比べてみましょうという、ね、オッケー、いきましょう。Some pain, a thing that you'll never, never, never forget.
最後にこの曲を選ばさせてもらったっていうのもありますけどね。じゃあ今日の夜はオーティスの勝ちでいいですか？いいですか？これはどうかな。いやもう勝敗は今日つきましたけどね。まあ譲りましょうか。おお、大人、大人や。そうやね。サムスクラブですよ、でもこれ。お前、ね。オーディスクラブちゃいましたけど。オーディスクラブじゃないですからね。まあ本番は3月6日にあるんで。そうですな。その時に。今日は決着をつけましょう。決着つけるか。いやいや楽しかったです。ね、いやいや、イベントでしたね。いいことだったね。どうもありがとうございます。全然声に届かなかった。よかった、楽しかった。オーティスが好きになりました。おやったね。僕もサンボが好きになりました。おいそらそうやろ。全体でどっちかのもいいか。とりあえず、はい、ありがとうございました。オーティス大好き、鈴木さんでした。大好き、またください。よろしくお願いします。さん、ありがとうございます。あ、そうよ、そうよ、一人ずつ聞いて、聞いてます。徳美さん、ちょっとマイク渡すのか。そう、ま、前に行ったらよろしい、そこでいい。感想ですけど、初めて聞かせていただきましたんですけれども、はい、初めてですね、オーティス聞いていただいて、何回か前のサムクックライブで、はい、ティモンさんが、はい、清志郎がオーディス好きでね、はい、で、オーディスにハマったけど、オーディスがサムさんからそのクックになりましたって思ったし、はい、はい、わかりました。あー、そうです、そうです、やっと繋がったんですね。そう、サムクックが、オーティスがサムクックを聴いて、で、清志郎がオーティスを聴いてみたいな感じでね、その流れでがあったのがよくわかっていただいたということでね。いや、ティモンがね、清志郎を聴いて、うん、オーティスさんとの気分みたいな。なんでみんなオーティス、オーティス言うのかっていうところがね、なんか分かった気がしますよね、確かに。スーさん、ああ、スーさん、うん、総評ともにすごいね、審査員みたいな。すごい、大見としろみたいな。大見としろ先生ずっとチェックしてもらってたのにね。メモを取ってるのそのメモ、スーツも合いますね。サバコプロにはなかなかこうね、こうインタラクションできないと。インタラクション、さすが横文字、さすが英語できるだけある。いくつか聞きたかったこと、ああ、聞いてください。フルハウスのヤング&クリップに入っているチェーンギャングって曲、はいはいはい、あれはあのチェーンギャングのこと言ってる。それはもちろん一応ね、あれはプリテンダー、そうそう、プリテンダーズのチェーンギャングも、まあ言うとサンプルのチェーンギャングからしてて、それの流れで、まあフルハウスのチェーンギャング、どっちも。マッシュ歌ってるのマッシュ、全然チェーンギャングっていうキーワードは一緒だけど、曲は全然ね、そうですね、それが一つあって聞きたかった。あとは生前サムとオーティス、同じ話を、サムとオーティスは生前会ったことない、これはさっきの話だよ、元下さん言ってたんですけど、会ったことはないんです。あ、年代は若干被るんですけども、でも一回だけニアミスがあって、ニアミスがあったのをサムクックナイトでちょっと紹介しようかな。つなげる、つなげるね。鈴木は3月6日で、その話をするということですので、ぜひ来てください。来る、出るって。そうですね、めちゃめちゃ出る。さっきのトライアリトルテンダネスはあれオーティスの曲ですもんね。いやいやいや、もともとはどっちの曲だったの？オリジナル曲が、もともとは、まあ、スタンダードナンバーで、でも多分スーさんはクラプトン好きやから、ノーバディーノーズとかね、
はあのドミノス、ドミノスとかでやってるじゃないですか。あの曲はまあベッシー・スミスの曲で、サム・クックもオーティスもやってるから、スーさんとかは多分そこから、はい、そことかを聞いてどう思うかを逆に聞きたいですね。俺はあれに関してはどっちもどっちもどっちかなぐらい。あとこの間の、はい、LINE でね、ドキュメンタリー見て、サム・クックが元々のサム・クックの、あのクックは COOK だと、あーそうそうそう、 E をつけたらしい、 E をつけたね、うん、ずっと考えてて、そうなんです、あのね、LINE で送って、それをシカゴ風味って言ってましたね、K に E をつけて、うん、ちょっとこ の, あのフレーバーを足したというか、足してエンターテインメント性を出してね、そう、それをずっとその後いろいろ調べて、なんでかなっていう、要はそのヨーロッパの特に フランス語 あのイーで終わる単語というか多くて、あの女性的、その 女性的、まあ、女性名詞にはイーがつくのがほとんどなんですけど、そのヨーロッパのそのまあね、アメリカにしたらちょっと上品というか、しかも女性的なサウンドを、あ、お字面をクックに、ね、E つけることで、多分あのサム・クックはそのレコードとか広告に出た時の、まあ、インパクトというか、はい、もうね、その要は芸名に近い、はい、字面に見た時の芸名に近いその、うん、英語圏にないそのルックスをつけたかったと思ったら、多分それが成功したんじゃないかと。ああ確かにね、うん、はあのスーさん英語喋るから、この英語喋る観点じゃない、あいい意があるかないかってさ、そうそうそう、すごいよね、うん、それ考えたこともないよね、トップがいい意があるから、でもそれを知ってマーヴィン・ゲイが意をつけたんです、マーヴィン・ゲイもあれほんま意ない、そうなんですよ、ね、友近さんからそれを連絡もあって、やっぱりその要はサムクックに憧れてたんでね、サムクックも発音で聞いたら一緒なんですけど、それを字で見たときに、うん、E があるとないとでは全然その、うん、なんていうかな、外国なんていうか、もうその違いますよ、ニュアンスが変わってくる、その舶来の感じ、あれですか、トモコと純一丸みたいな丸をつけるかどうかで変わってくるみたいな、モーニング娘。そう、モーニング娘丸みたいな、なんで丸をつけるのかなんて、この辺聞き忘れてるけど、そういうニュアンスってことでしょ、日本語で言うと、見た字面がね、可愛らしさとか出てきたりするんですけどね、はいはい、ね、漢字と、まあ、カタカナ、ちなみになんで丸つけたんですか、なんで丸つけたんですか、メモにはないですよ、でもなんとなくなんとなくか最近スーさん丸つけたらきついイメージになるって言われてるんですよ、あのあれですね、文章です、文章です、あーそうそうそう、若者だな、まあ、丸つけられるといい気がある、丸腹みたいに、丸腹なんかその字面でその売りに出たっていうのは、さっきの日本語になったら漢字とひらがなとカタカナ使うね、例えば変な、うん、あの例です、山崎正義って本名ですけど、正義ってひらがなです、なんかその硬すぎないというか、はいはいはい、それも、まあ、こうイメージというかで出すのに、そのサム・クックが E をつけたのはドキュメントに対して、それはちょっとフレーバーを足した、シカゴフレーバーとか都会的なイメージも出したのかなと、はい、それがもしその急い意図があったら成功したんじゃないかなと、そうそう、E の話なかなかしてるほら今日の話題とはちょっと違いますからね、英語のこと分かるから、絶対答えがいいねって、次行きましょうか、次スーさんが一番分かってるよ、その話に関しては E をつけたらええ、ニュアンスに関しては、そんなニュアンスがあるか思わんかったもん、面白すぎるわ、なるほどなって、見てみよう、見てくれてはった、さすがやな、ドキュメント特にあったんですけど、あの今日シェイクのオリジナルサムクックの初めて聴いて、あ、私初めて聴いたんちゃうかなと思って、逆にサムクックの方、たぶんね、100個ぐらいライブで、誰かのライブのカバーで、まあまあ、だからスモールフェイスとかがやってるから、そうそう、カバーでしか聴いたことないなっていうのに、ロック好きだからしたらね、やっぱりオーフェスとかオーティスとかの方が、そうなんやったんだよ、もうちょっともっさりしてる意外ともっさりもっさりまあもっさりしてたんや
サムショック。サムショック。もう自分がサムになってるよ。あんな顔になっちゃってるわ。悲しい。あとですね、あのオーティスとサムってほんまに会ったことないの？会ったことない。それき余計オーティスすげえな。ちょっと思いました。なんか会わなかったことないのにあんなにこう歌えるもんなの。アメリカ広いもんね、逆にそのツアー回ってても、むっちゃ広いから、だって言うたらね、もうまあ端と端やったら、まあ、日本と全然時差があるぐらいね、エジプトぐらい、まあ、エジプト大好きだロシアぐらいあるってことだよね、まあ、そうですね、大きさで言うと。言えばね、ニアミスの話が出ました。でもその、まあ、サーキットがあってね、そういうの、ツアーはみんな回ってんねんけど、でもこのあその探すもう一回でね、シャルネット今日はとっても楽しかったです、ありがとうございます。今言われたみたいな、その会ったことないけどってみたいなの方がなんかこうグーッとね、あのほらヤンキーでも田舎の方のヤンキーの方がまた派手だったりとかするじゃないですか、ちょっと誇張されて、そんな感じでオーティスもなんかサンも誇張したような感じになってるんじゃないかなとか。同時代と言いつつ57年にサムはもうね、もう めちゃめちゃになって全米1位になってるから、はいはいはい、オーティスは憧れてたみたいな感じだもんね。そうですね、オーティスがデビューしたのは62年ぐらいだから、やっぱりその時代はね、うん、もうほんまにただずっと聴いてたぐらい、ね、弟子みたいな直近とはまた違う流れっていう、ね、ま、感じもちょっといやでもなんかその思ったんがやっぱりそのカバー誰がっていうのはまあ見ようとしたら置いといたとしても、誰かをカバーするってなったとした時にやっぱりちょっとやっぱオリジナルから離れようとする時あるじゃないですか。でもなんかこの曲はどうしてもこうそのオリジナルにどうしても近づけたら置いときたいとかも多分あると思うんですけど、あとは自分の多分好みとかもあるんかなと思うんですけど、なんか今聴いてて思ったのがやっぱりそうやって崇拝じゃないけど、してたがゆえにあんまりこうオリジナルをそのままやるのはなんかこう逆に、うん、はいはいはい、はい、違う、僕はねオーティスはできひんかった、サムのようにやりたかったけどできなかったから恐れ多いって感じしたっていう、なんかどっちもあるんちゃうかなと、はいはいはい、気持ち的な精神面もあるやろうし、技術のこともあるやし、単純に音の好みであったり作り方とかがもう、全く全然ちゃうから、 MG とかのからのアイディアみたいな感じでね、こういう展開にしましたみたいなのもあるかもしれないですね。決めみたいなね、多分あれ MG のアイディアでしょうね、ああいう決めみたいな、決めとかなんか壮大な感じとか、同じ尊敬してるの今日書けなかったですけど、そのトータス松本さんなんか、あの録音してるやつっても本当アレンジ変えずにもう本当そのまんまの通りにやって歌ってみたいな人もね、中にはあったり、だからそれをできる人とそうじゃない人がおるかもしれないなと思って、でオーティストはどっちかやったらなんかちょっと離れたところで自分でいろんな色付けをしたり色抜いたりとかしながら、ね、どっちかやったら抜いた感じで低め、音もちょっと低めにしたりだとか、はいはいはい、ちょっとトーンを、はいはい、ちょっとキーも変わってる、ね、キー多分ちょっと低くして、お前自分バリトンサックスでコンコンコンって盛り上げていったり、なんかこううまいことをこう中盤でバーンってちょっとこう音、なんていうか決めみたいな音がして、それでも、なんかサムクックは序盤にもう頭で、はい、テーマでコーンセクションでビャーンってする感じ、でもそれはそれでありやと思うけど、オーチの後半の方なんかうまいことこうなんかこう最初じんわりって途中でちょいちょいこう音を出していって、なんか最後ババババって巻き上げるみたいな、わかります。私は好きやなって思う。あれがやっぱ応援した方が良かったってことだよね。いや、なんかそう聞くタイミングもあると思うんですけど、サムクックはどっちか言ったら映画音楽なのかなっていう。あ、そうや、そうや。やっぱりあの西海岸の人らやから、スタジオミュージシャンが西海岸ってやっぱりハリウッドに近いから、ね、映画音楽的な音作りをしてるからちょっとダサいね。やっぱりちょっと
2,3 年の年代差もあるかもしれないですね。いや、西海岸かやっぱりメンフィスかは違いやと思うけど。違いですかね。あ、そうそう、いや、ほんま映画音楽やと思う。確かにね、作り方がいい時もあれば、そう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 、そうだからそのストーリーがある曲とかやったらそれがぴったり来るけども、あのリズムの曲とかでね、だからよく映画で使われたりとかするのってそういうことだったりとかね、それを見つけたりとか、チェンジズ・ボーン・カムとかもやっぱり俺らすればマルコム X の映画スパイクリーの、ね、あれをやっぱり思い出すのは確かに、そういう意味ではストーリーですよね。あれはね最後、ほな、ほな、河辺さんなしで一回終わってみようかなとか思って、ええな、いやいや、もうまとめきらへんな、こんなことはまとめられへんわ。いや、まあまあ、そもそもまあ僕はもうオーティス、オーティスから入ったんでね、オーティスから入ったんでね、エムジーズでしょ。いや、まあそうですね、そこがもう青春やったんで、ね、そっからサンボコックに行って、やっぱ自分がねバンドをやってるのがあって、うん、バンドサウンドじゃない音っていうのがあんまりこう自分に馴染めない、ずっと、うん、まあ日本もそうなんですけどね、けどやっぱりでもオーティスがやっぱ憧れたの曲をようやったなっていうのがすごいなという、あ、普通やっぱビビりますやん、あのチェンジズ・ゴーのカムなんてようやらんわってビビってしまいですやんか、うん、そうやって、うん、しかもあんだけ仕上げる、うん、で今回も、まあ、もちろんカバー曲を今日聞きましたけど、ようあんだけ大胆なアレンジを変えるな、リズムを変えて、うん、もちろんねそれオーティスだけの力じゃないけど、うん、ようあんだけ違う曲に、結局ね全部同じ曲やけど違うんですよね、当たり前に、うん、それがすごすぎて改めてこう両方聴き比べて、なんとまあ大胆なことをしようったなっていうのが、うん、そこはでも愛があるからやったんやなっていうのがね、そうなんですね、そこなんですよね、リスペクトをね、うん、次回やりますけど、リスペクトそれがね次回につながるなっていうのが、うん、でね2つ目の話さっきのね66年のはい、はい、小塚さんが用意した66年のヨーロッパツアー、はい、あの時の写真を見て、僕ね初めてオーティスの CD を買うたのが20歳ぐらいの時かな、だからもう分からんわ、大学版を買うたんですよ当時ね、あ、安いね、安いスーパーとかでね、500円とかぐらいで1000円とかぐらいで、ね、バッタモンがめっちゃ売られてて、うん、で安かったから、はいはい、とりあえずオーティスレディングを聴こうと思って買ったのが、はいはい、初めて買ったのがこれで、はいはい、その時のやつな、そのバッタモンすか、これマジっすか、ライブインストックホルムって書いてて、おー、こんなのその後公式に出えへんのよこの音源って、お前逆に今いや、映像で流れてた時にしっくりきたってこと、あの音源じゃないねん、これはこれで、まだ別の音源だ、57年やねん、57年これバックは MG's やねん、ほんなら来年ヨーロッパのツアーや、一生前にせやのに写真がこれやと思って、ああ、そういうことか、写真だけを、そうやねん、あ、俺この写真持ってると思って今もう、いやこれ大本当だ、 MG's じゃないやつ、じゃあそう、ないやつやと思って、おお、確かに MG's じゃないねん絶対、すげえ、けど演奏は八文やからね、八文やからめちゃくちゃやねん、オリジナルやったらこんな使い方しないですよ、そうそう、ね、67年ストックホルムの時これ公式出なかったん、当時海賊版で初めて聞いたのがオーティスの出会いで、音源と写真がちゃうって違うんですよ、違うんですよ、出会いね、多分今日見たあの映像がこの時のやつを、そうそうそう、また違う時のに使って、次の年の MG's バックの、でもストックホルムの、ね、ストックホルムの音源は全然公式化されてなかったんですよ、ずっと、で何年か前にやっとなんかポイって言ったんですよね、で今日それがね、ああこの写真やーと思ってよう分かった、そうなんですよ、やったーと思って、だからちゃんとこれをパッチしてきたから、うん、繋がったから、うん、そうそう、もうそこの今日僕のゾゾゲがこれですよ、ゾゾゲゾゾゲ言うやん、でもパッと見てよう分かりましたね、そりゃそうですよ、僕初めてこうた大津さんこれやから、うん、そっくりやもん、持ってきたもんだって、こう見て見て、これ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 ですってナッシュにずっと置いてるんで、誰もこれに共感してくれへんから、そうか、言えますねこれね、やったねと思って、面白い、で、言いましょう、今日の優勝はダックダンです、ダックダン、なんか目立ってなかったよね、いやいや、そんなことない、やっぱね、今日聞いてて、やっぱサム・クックはやっぱりね、正直、いや、もう歌唱力はもうどうしようもないですよ、2人ともすごいんで、うん、それぞれ
やっぱりね、さっき言ったけど、僕やっぱこう演奏するのが前提にあったんで、やっぱ MGs がバンドとしてこうサウンドがね、かっこよかったん で今日聞いて、やっぱサム・コックは数字が何名とストリングス中心の上物でこうね、合成に聞かす編曲というか、でそこで次に青ですかかったら、やっぱね、ドラムとベースがボンってまず来るんですよね。あの凄さのアレンジというか、まあね、そういう作りが、今日の優勝はね、ダックダンやなって。ダックダン、ダックダン、映像で見てたら僕ダックダンだったと思うんで、ね、めっちゃね、ね、ダックダンのあの、ね、私のバックでボン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 って。いやでも2枚目まではダックダンちゃいますよね。そうやね、そうやね。なんかナシエムチェンジルとかはあれダックダンちゃいますか、優先の分もちゃうのよ、うん、優先の分、うん、けどやっぱそこからダックダンに変わってのバックの演奏のこう今日リズム帯のすごさ、低音の演奏で、まあ言うみたいな話やけど、例えばサム・クックがそれめっちゃ思いますね。スタックスで歌ってたらどうなったんやろうとかね。してたら、そうそう、そういう妄想が今日広がったなっていうのがね。完璧やのな。うん、そうそう。よく本当ロック畑ね、ロック聴いて育ってきた人間からしたら、オーティスみたいにああいうバンドサウンドによく本当してくれたなとかっていうのはね、うん、本当ありがたいなとかと思います。でもそれがやっぱアレンジがあるんだっていうことね。でも。結局サムが好きだよ。僕はその演奏とか あるよりも歌声の方を主として聴いちゃうから、スージさんにも前言われたけど、歌声の方を聴くから、まあ、アカペラでも僕はサムクが勝ちなんです。俺も正直オーティスの声よりサムクの声が好きです。でしょ僕はね、なんかちょっとでもサムクのサムは全然好きじゃない。けなしちゃうと、僕はオーティスが歌は本当は上手くないと思うんですよ。まあまあまあ、ウェイ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 っていう、あの大友康平のようなね、最後オーティスの悪口やね。もうなんかオーティス書いたからもうちょっと 言わせてもらおうかな。あの動きかってボンチのおさむちゃんじゃないですか。そうやね、だからズボンもなんかほんま丈長ない、こんなやつ腰以上で履いてたよ。あんなにハイ、ハイで履くまあ終わりましょうか。いや、ほんまにありがとうございました。今夜はオーティスの勝ちということでいいです。もうもういいじゃない、ドローにしましょう。いや、嫌だよ。それがサム・コッククラブを継続するためにもドローに。こんだけ用意してきたのはやっぱり嫌だよ。じゃあドローで3月6日につながるけど、ね、やばいっす、はい、じゃあ次は3月6日の3本の2でありがとうございました。